皆さん、こんにちは。今日は山田隆夫さんのことについて紹介します。まずは山田隆夫さんの経歴とプロフィールから紹介します。幼少期に劇団ひまわりに入団、その後中学2年生の時日本テレビからオファーが届く。実は座布団運びよりもずっと前、これが山田くんと笑点との出会いだった。幼い頃から落語が好きで本を読んだりして勉強もしてました。それである番組で落語寿限無を披露したところ、それを見たある放送作家さんがこいつだってひらめいたようで、僕とそれに同世代の子供を集めたちびっこ大喜利が始まったんです。当時笑点の司会は南信介、当初のちびっこ大喜利のメンバーには山田くんのほか、キャロライン陽子や林ひろ子の姿も。それからドラマで仲良くなった里ひろみくんにお願いして紅白歌のベスト10という歌番組の収録現場を見学させてもらったことがあって、キャーひろみくんってすごい熱狂ぶり、それ見てたらいいな、俺もこれやろう、アイドルになろうって思っちゃったんですよね。ちびっこ大喜利も座布団が10枚貯まるとご褒美がもらえる仕組み。山田くんはレコードを出したいとリクエストし、見事10枚の座布団を獲得した。アイドル全盛時代でしたから、どうせならちびっこ大喜利の男子でグループを組もうってことになったんです。こうして生まれたのが4人組のアイドルグループズートルビだった。デビュー曲は山田くん作詞作曲の透明人間。当初からズートルビ人気はものすごかった。各局の歌番組バラエティ番組で重宝され、週中一本のレギュラーを抱えるまでに紅白出られるなんて夢にも思ってませんでした。自分以上に両親が喜んでくれたのがとっても嬉しかった。しかしズートルビブームのピークはまさにその紅白だった。彼らの人気は徐々に停滞気味に。同時期山田くんには私生活でも大きな変化が。それは人生最初の結婚、1977年、山田くん21歳の時だ。またメンバー間には音楽性の違いによる軋轢も生じ始め、コミック路線を進みたい山田くんと歌って踊れるアイドルを目指したい他のメンバー。そこで山田くんは脱退を決意。やっぱり僕はどこまでも人を楽しくさせたい、明るくさせたい、笑顔にしたいっていう思いが強くてね、普通のアイドルじゃ面白いと思えなかった。それに当時の奥さんの親類ともどうにも折り合いが悪くて、芸能界引退まで迫られてしまって離婚することになったんです。慰謝料と養育費を払い、無一文に家族を失うと同時に仕事もどんどんなくなっていった。そんな窮地に一本の電話が入る。かけてきたのは窮地の笑点のプロデューサー。要件はただ一つ、山田、お前座布団運びやるか。即答した。やります、やらせてください、何でもやりますから。こうして1984年座布団運びの山田くんは誕生した。その日から36年間山田くんは家庭用よりは二回りも大きく重い座布団を運び続けている。最初の座布団を誰に持って行ったかはもう忘れちゃった。これまでに何枚運んだかも、まあ申請さえすれば間違いなくギネス記録だと思いますよ。山あり谷ありの中で縁がつないだ座布団運びをこれからも笑顔で全うすることだろう。座布団運びで有名な山田隆夫さんの場合、年収2000から3000万円と言われています。10歳の頃から子役としてアイドルとして芸能界で活躍している山田隆夫さんは、芸歴でいうと53年の大ベテランで、現笑点の中でも古株の先輩陣のお一人です。芸歴や人気に伴って高額になりがちな芸能界の収入ですが、山田隆夫さんは座布団を運ぶだけでこの年収ではありません。巷では座布団運びの収入が1枚運ぶごとに5000円とか、笑点1回分の収録が10万円など様々な情報もありますが、噂はさておき、笑点メンバーの師匠たちも笑点のギャラよりも他の仕事の収入が稼げることは有名で、笑点に出ていることの知名度で自身の講演会や一門の落語会にお客が殺到するのだそうで、
皆さん商店は PR の場で全国各地の講演会収入が大きいそうです。さらに山田隆夫さんのすごいところがマンションの資産とその収入です。たまたま開発前の土地を買ってマンションにしたところ、商業施設が出来上がり、駅から近いこともあって一等地として人気の物件で、しかもマンションを2棟所持していて、商店の10倍の年収になるとも言われています。1956年、東京の下町深川に6人兄弟の末っ子として生まれた。家は木工場を営んでいた。職人を何十人も抱え、家にはお手伝いさんが3人も。山田くんもそんな裕福な家に生を受けたはずだった。僕が生まれる直前に親が詐欺に遭っちゃって、今地下鉄の半蔵門線の住吉駅あるでしょ、あそこがまさに僕の家だったそうです。もし今あったらすごい財産ですよ。それに埼玉の三郷には500坪の資材置き場も、それ全部取られちゃった。山田くんには赤ちゃん時代の写真が1枚もない。生まれてきた愛息の記念撮影もできないほど、家はもう貧しかった。父は生真面目、母は優しかった。でも口を開けば、高尾申し訳ないね、ごめんねとばかり言ってました。食べるものにも困るような生活で、家族はいつも心配事を抱えて、心の底から笑うことができない、そんな家庭でした。山田くんはそんな家族を思いっきり笑わせてあげたいといつも思っていた。チャンスが巡ってきたのは小学4年生の時。当時子供たちに大人げだったテレビ番組、日清ちびっこのど自慢の公開収録が行われたのだ。同級生たちみんなと観覧に訪れると、出演予定の小学生が一人風邪でドタキャンしていた。すごい人気番組で、厳しいオーディションがあって、本来なら後々歌手になるような歌の上手い子しか出られない。だけど代役がいなかったんでしょう。司会の小村昆さんが客席に向かって、誰か歌いたい人ってその場で募り始めたんですよね。観覧席の小学生全員がはいはいと手を挙げる。でも山田くんは挙手もそこそこに勝手に舞台によじ登り、大声でこう告げた。僕が歌います。物怖じしない性格を買われ、そのまま飛び入り出演。番組テーマ曲ちびっこマーチを歌って、なんとその週のチャンピオンに。優勝商品はインスタントラーメン半年分。家に持ち帰ったら父も母も、それに姉や兄たちもみんな大喜び。それまで見たこともないような笑顔で、それを見てたら僕も本当に嬉しくって。ここから山田くんの運命が動き出す。番組を偶然見ていた脚本家花陶器に見出され、山田くんは大御所の推薦で劇団ひまわりに入団。生来の人懐っこい性格で、名演出家やプロデューサー、大物俳優たちにも可愛がられ、子役として引っ張りだこになっていった。その後も多くの仕事相手や話し家の師匠たちに可愛がられ続けた理由は、やはり山田くんの笑顔と人柄によるだろう。そんな山田くん、実は今不動産業も営んでいる。2棟の賃貸マンション購入の原資になったのは、山田くんが最初のズートルビ時代両親に渡していたお小遣いだという。毎月5万円ずつですけど、爪に火を灯す思いで育ててくれた親に感謝の気持ちで渡していました。でも親は一切使わずに僕のために貯金してくれていたんです。優しい心の連鎖が山田くんの笑顔を形作っている。山田隆夫さんの婚姻歴は2回で2人の、恵子さんと結婚を経験して子供はそれぞれ2人ずつ、子供は全員で4人授かっています。最初に結婚したのは山田隆夫さんがアイドルとして活躍していた1977年頃で、お相手は清純派女優として活躍していた吉川恵子さん。吉川恵子さんとの間には2人の娘さんを授かりますが、後に離婚しています。離婚に伴って山田隆夫さんは多額の慰謝料を支払いで一文なしになったと語っています。2度目の結婚は一般女性の恵子さんです。現在の奥さんとの間には息子と娘が1人ずついらっしゃいますが、息子の太一さんは父山田隆夫さんのマネジメントをしています。
山田隆夫さんは子供の時からそうだったのど自慢に飛び入り参加で大受け、番組のご褒美で作ったグループズートルビが大人げ、そしてご存知笑点の座布団運びまで笑いを振りまき、家族やファン、視聴者といった周囲の人たちを楽しませてきた五代目三遊亭円楽や桂歌丸からも可愛がられ、一目置かれたのもこの笑顔があったからこそ、そんな彼が直面した危機、ズートルビ脱退と離婚を経て無一文になった山田くんを救ったのは、一本の電話だったという。ズートルビ結成から今までの山田くんの人生をたどろう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。